元気ママキッチンへようこそ。今回は大絶賛された間違いないブロッコリーのレシピを6品ご紹介します。一品残らず作ってほしい。まずはご飯に合うブロッコリーレシピを3品まとめてどうぞ。すべての料理ブロッコリーはよく洗っています。水気はよく拭いてください。1品目、ブロッコリーはね、私がよくやってるんですけど、こうやってね、もうザクザクとザク切りにしていきます。茎もね、ザクザクとね、1センチ弱ぐらいのね大きさに切っていきます。ザクザクと、なんかこれ気持ちいいんですよね、切るのが。茎の硬い部分はこうやって切ってくださいね。この茎の部分も美味しいんですよ。レンジ容器にね入れていきます。もうこういったねボロボロになった部分もね全部入れていきますよ。今日ご紹介する3品は全てこのように準備をします。分量は適量で大丈夫。全体にごま油をね回します。そして昆布だし顆粒をねさささささっとかけます。はい、そしてざっくりとあえて蓋をして600ワットのレンジで2、3分、あら、600ワットのレンジで2、3分加熱します。いってきます。はい、2分経ちました。私はね少し食感が残るのが好きなので2分、柔らかいのが好きな方は3分チンすればいいと思います。ブロッコリーって実はねご飯にも合うんですよ。でここで鰹節1袋ね全部入れます。そしてお醤油をねちょろっと回しかけて和えたらもう完成です。簡単でしょう。でもこれねものすごくねご飯に合うし、混ぜご飯にしても美味しいんですよ。混ぜご飯はまた後ほどご紹介しますね。で冷えると美味しいからね、お弁当に超おすすめです。お弁当のご飯にのせると子供もペロッと食べて帰ってきます。ブロッコリーをもりもり食べたい方はお醤油は少し少なめに、お弁当や混ぜご飯にする場合はお醤油を少し多めにしてください。美味しい。もうこの茎が美味しい。あっという間に1品目の完成です。保存容器に入れて後でご飯に乗っけて食べます。では2品目のブロッコリーの塩昆布和えをご紹介します。今回もねブロッコリーはざく切りにします。このボロボロになった部分もねご飯に絡んでね美味しいんですよね。こういったねも葉っぱ入って全然平気ですよ。ブロッコリー葉っぱもね美味しいんでね。私の動画ではこのざく切りシリーズ過去にもねいくつかご紹介してるんですが、これ大好評なんですよね。ごま油をね全体に回しかけて、かつおだし顆粒、まあ本当にどんな和風だし顆粒でも大丈夫です。でもだしを変えるとねまた味が変わるんですよね。そして次は塩昆布を使うのでかつおだしとの相性がいいんですよね。で混ぜるね。そしたら同じように蓋をして2分から3分加熱します。いってきます。はい、2分経ちました。そして今度は塩昆布、もう絶対合うでしょこれ。塩昆布の量はねもう適当。しっかり味にしたい方は多めに入れて、薄味でいっぱい食べたい方は塩昆布の量を減らしてください。味見しながら作るのが一番です。そしてさらに栄養追加、白ごま。はい、完成です。これまたご飯に合うんです。うま。これも冷えても美味しいからお弁当や混ぜご飯に最高です。もうほんと取り合いになります。はい、2品目も完成したので保存容器に入れていきたいと思います。後でまとめて食べます。はい、では3品目、またもやざく切り。次はツナマヨブロッコリーを作ります。ツナとマヨってご飯に合いますよね。そこにブロッコリーも入れるわけです。普通のツナマヨよりも美味しかった。ざく切りブロッコリーに今度はオリーブオイルをね全体に回しかけます。そしたらコンソメ顆粒、コンソメ顆粒をね少々入れて和えます。ツナマヨって美味しいですよね。私おにぎりは必ずツナマヨおにぎり買うんですけども、それに今日はねブロッコリーも加えて栄養もバッチリ。ではこれをねまたしても2分ぐらい加熱します。いってきます。はーい、今回も2分加熱しました。でこれは少しね冷まします。冷ましてからツナとねマヨネーズで和えたいと思います。ブロッコリーが冷めたらツナを入れてマヨネーズで味付けをします。好みで黒胡椒を振ってくださいね。そして混ぜたら完成です。もうこれ絶品です。味見をしてマヨネーズの量は加減してください。美味しすぎる。絶対ご飯に合います。いやー、ブロッコリーって本当にいろんな料理ができますよね。煮ても美味しい、焼いても美味しい、蒸しても美味しい、スープやカレーに入れても美味しいし、天ぷらにしても美味しい。かき揚げにする時もこうやってザクザク切るといいですよ。これお子さんにも喜ばれそう。
はい、これで3品完成しました。どれもあっという間。全部美味しい。とにかくどれもご飯に合います。美味しそう。いただきます。これは塩昆布入り。もうめっちゃ美味しい。ご飯に合う。もうこんなに簡単なのにほんと美味しい。で、こちらは鰹節の方ですね。これももちろんご飯に合います。立ったままごめんなさい。試食のつもりがなんかもう止まりません。そしてこちらはツナマヨブロッコリー。こちらはね、お子さんにもね、食べやすいと思いますよ。美味しい。3杯食べちゃう。混ぜご飯にしていきたいと思います。このままね、もちろん混ぜてもいいんだけど、ちょっとね、鰹節をね、さらに足して、よ、お醤油ね、ちょろっと。追い鰹節。そして、ご飯に、たっぷり、混ぜる。これお弁当とか、もうおにぎりにね、たまりません。明太子とかね、たらこ入れても美味しそう。いろいろアレンジ広がりますよね。ちりめんじゃこなんかもね、合いそうですよね。ちょっと味見。これまたやばい。せっかくなので、おにぎりを作っていきたいと思います。じいじに届けました。美味しい美味しいと、ペロリと食べてました。ちょっと参考までにお弁当も作ってみます。今日のお弁当は、卵焼きと唐揚げ。唐揚げ、無理やり詰めてますね。そしてご飯の上に、ブロッコリー塩昆布をたっぷり。ふり乗せます。あとは梅干しを乗せて完成。これはパパのお弁当ですが、冷めてもめっちゃ美味しかったそうです。もうこのブロッコリー塩昆布だけでご飯が進みます。次は超大人気のブロッコリー&チーズレンジ編です。はい、では早速作っていきたいと思います。ブロッコリーざく切りしていきます。ざく、ざく。こういったね、ボロボロになった部分があっても大丈夫です。もう最近私よくね、このブロッコリーのざく切り動画シリーズ出してますけども、なんかいいんですよ、このざく切りが。で、茎の部分もね、こうやって1センチ弱ぐらいにザクザクと切っていきます。で、ブロッコリーの量はもう適量、食べたいだけ、容器に入るだけで大丈夫です。全部入れていきます。こういったねボロボロになった部分もこれがねチーズに絡んでね美味しいんですよ。今日使ったレンジ容器も3COINS のビストロヌードルです。これもねめっちゃ便利、洗うのも便利だしボールとしてもね私よく使ってます。はい、そこにオリーブオイルを回しかけます。まあだいたい小さじ2から大さじ1ぐらい、もうちょっとかな、小さじ2ぐらい入りました。そしてお塩を一つまみ入れてよくね混ぜ合わせます。全体にねオイルが馴染むようにしてください。非常に手軽なんですよ。一人でも多くの方に見てもらいたいなと思います。はい、そしてこれを600ワットのレンジで、そうですね、だいたい 2,3 分加熱します。あ、蓋をしてね、蓋をして加熱します。2分加熱しました。もう少しでブロッコリーいっぱい入れる場合は3分ぐらいチンしてもいいし、まあどうせまたもう少しねチンするのでもうちょっと柔らかくなります。シャキシャキが好きな人は2分ぐらい、柔らかいのがお好きな方は3分ぐらいかな。そしてそこにチーズをね一つかみ、まあお好きなだけ入れます。もうお好みでもうちょっと入れよう。はい、そしたら次は蓋をせずにチーズが溶けるまで2分前後加熱します。いってきます。はーい、できました。なんて簡単、レンジで簡単。こんな感じです。あららららこんな感じです。ひょー、美味しそう。いただきます。早速じゃあいただきます。ほらほら、チーズがとろーん、なんかまるで簡単なチーズフォンデュのような感じですね。やはりこのままいただきます。多分どうせね全部食べちゃう、一人で。伸びてますね、チーズ。ではいただきます。熱っと言ってますね。そして美味しさを噛みしめております。うまー、ありそうでなかった。これ本当に美味しい。次はブロッコリー&チーズフライパン編。元気ママキッチンへようこそ。今日はとっておきのブロッコリーの料理、これは見なきゃ損ですよ。ブロッコリーはまず小房に分けて、それから洗います。ではブロッコリーは使う量はお好きなだけでいいんですけども、細かめにね切っていきます。こうやってちょんちょん、茎の部分もね細かく、まあ大きくても1センチぐらい、葉っぱなんかついてても切っちゃう。切っていきます。
まあ、大きいところはねこうやって切って、まあ、このぐらいザクザク、もうつぼみの部分はね崩れてしまってもいいのでこうやって切っていきます。ザク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 と、こんなにボロボロにしちゃって大丈夫って不安になると思いますが大丈夫です。こういったね茎の部分もすごく美味しいんです。この辺は少し細かめにね、特に切り方にこだわりはないんですけど、こういう感じでね、ブロッコリーって本当にいろんな食べ方ができるんですよね。こうやって細かく刻んでスープとかに入れてクタクタにね煮込んだやつも私は好きです。グラタンとかにはねとろける感じになって美味しいですよね。ではフライパンを軽く温めます。そしてオリーブオイルを大さじ1ぐらい、1から2ぐらいかな、もうブロッコリーの大きさに合わせてください。ブロッコリーにしっかりとねオイルが回るくらいの量で、先ほどのブロッコリーをよいしょ入れていきます。こういう粉々になったところもね全部入れます。そして全体にオイルを回しましょう。ここでねオイルが足りなかったら少し足してくださいね。まあ、全体にねうっすらと回れば大丈夫です。そしてここによいしょっとお塩を一つまみ全体に回しかけます。あんまりたくさんお塩入れなくて大丈夫です。まあ、塩少々というか一つまみというかね、塩分っていうのはね後で足すことができるので、あんまり最初からね濃くしない方がいいです。まずは薄めで始めて、そして食べるときにねまたちょろっとかければいいので、はい、そして全体に油が回ったら、まあ、中火ぐらいかな、このまま少し焼いていきます。まあ、1分ぐらいにしときましょうか。1分ぐらい経ったら全体を返します。そしてまた中火から、まあ、中火から弱火ぐらい、お使いのフライパンとかね熱源とかブロッコリーの量にもよってきますので、まあ、焦がさないようにねほんのり焼き色がつくかつかないくらい、こうやって少し焼き付けて1分ぐらい待ちます。はい、1分経ちました。そしたら全体を混ぜます。まあ、そもそもブロッコリーはね生でも食べれるので、あとはもう食感は好みなんですけど、今日は少し柔らかくしたいのでもう 1,2 分焼こうかな。まあ、ちょっと芯の部分をねつまんでみてお好みの状態まで仕上げてください。つまんでみよう。うん、結構もうポリポリ美味しい感じ。このぐらいでもね全然いいですね。いい感じに少し焼き色はついてきました。こんなもんかな。そしたらそしたらそしたらですね、なんとここにチーズ、ブブブブブブブ、一つかみ、まあ好みで二つかみ、もうね火は弱火でいいです。ここはもう好みの量で構いません。火を一番弱火にして蓋をしちゃいます。このままチーズが溶けるのを待ちます。焦がさないようにね弱火ですよ。こうやって蓋をねしてチーズをね溶かしてる間にもブロッコリーにねじっくり火が通っていきます。はい、1分ちょっと経ちました。開けてみます。じゃじゃーん、わー美味しそう。もしね不安な方は途中で火を止めてしまってもいいですよ。こんな感じ、なんて単純なんでしょう。でも最高に美味しいです。チーズによって味が変わってくるのでチェダーチーズ入りでも作ってみました。コストコで買ったチーズです。これまた美味しかったです。チーズを好みでね変えて作るのも楽しいですよね。やはりこれは熱々をフライパンから直接食べたいですよね。ああ、熱いですね。熱いけど美味しいと言ってますね。ぜひ作ってください。最後はこれまで320万回再生されたブロッコリー、私もう茹でません。どうぞ。皆さんこんにちは。今日は私の大好きなブロッコリーの食べ方をご紹介します。たっぷりのお湯を沸かす必要もありませんよ。前回はですねストーブの鍋を使ったと思うんですが、
今日はもうごく普通のお鍋でね作っていきたいと思います。アスパラは小房に分けてボンボンとお鍋に入れていきます。結構ね入れてもね意外に大丈夫ですよ。はい、こんなもんかな。普通のお鍋、雪平鍋です。まだね火はつけていません。そこにオリーブオイルをね大体まあブロッコリーの、量に合わせて大さじ1前後かな。今日ちょっとこのコストコのオリーブオイル使ってます。ぎゅーっと、よし。そしてお塩をひとつまみ回しかけて、お水を大体大さじ1か、まあ、2ぐらい回しかけます。そしてあれ蓋がない、蓋、これなんか合わないな。蓋をします。ちょっと合う蓋がなかったんですが、まあ、こんな感じでズボッと蓋をして、そして中火にかけます。まあ、中火の弱火から中火ぐらいにねかけますね。そしてジューってね言い始めたら一回前後を返しましょう。ジューって言ってますね。まあポンポンポン、まあ、トングとか使ってもいいし、トング使おうか。できるだけこういった太い茎は下の方にねお鍋に接するようにして、そしてまた蓋をします。そしてこのまましばしお待ちください。結構じゅわじゅわシュワシュワ入り出したら火はもうね弱火でいいと思いますよ。はい、2分ほど経ちました。もうこんなにね色鮮やか。新しいブロッコリーだったらもうこのぐらいのね火の通りで全然美味しいですよね。少し食感が残って、まあ我が家の場合は取れたてなので特に火の通りも早いんですよね。この茎の部分もねとても美味しくなります。もうこのぐらいで全然大丈夫です。でもし水分が下の方に残っていたらちょっとね飛ばすようにねしてください。もう少しね柔らかいブロッコリーが好きな方は蓋をして弱火でもう 1,2 分蒸してくださいね。はい、というわけで今日は5、6分蒸し焼き、オイル蒸しにしたかな。ほら色鮮やかで美味しそう。もうね茹でるよりもブロッコリーの味が本当に濃いので塩味もついているので、もうこのまんま私はポリポリ食べるし、おかずの付け添いにしたりしてます。よかったらねこの蒸し焼き、まあ、オイル蒸しっていうのかな、お試しください。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。このブロッコリーのオイル蒸しとても美味しいしおすすめなので、ぜひね一度作ってみてください。蓋付きのフライパンでもできますよ。ブロッコリーの洗い方ですが、小房に分けたブロッコリーを50度洗いすることが多いです。50度って結構熱くて、もう何秒かは我慢してつけられるっていうぐらいの温度です。水で洗う場合は15分ぐらいはつけてます。大根で3品、こちらもおすすめですので、ぜひご覧ください。カリカリ大根、お箸が止まりませんよ。こちらのチャンネルは野菜たっぷりで健康的な簡単レシピがたくさんあります。ぜひチャンネル登録していろいろ見てくださいね。